今日は県内全体で670人ほど感染発表がある見込みです新潟市に関しては245人とすでに発表されているんですが新潟市以外の市町村、県からの発表がまだ行われていませんそこで670人ほどとなっていますさあ昨日も県内は600人台、今日も600人台これまでで最も多かったのが先月の2日の700人だったんですけれどもまあ、県内一時期ですね、感染だいぶ下がってきたかな と思ったんですが、先々週から500人という日が結構増えまして、今週に入っては昨日京都600人台という状況です。下げ止まりというよりもむしろ少し増えているような印象もあります。さ昨日までの累計感染者が41,805万人、これまでに88人の方が亡くなっています。今日の感染発表新潟市についてです。 新潟市245人中、感染経路が分かっていないのは99人です。さあ、区ごとの感染発表です。中央区が66人、西区が52人、東区が47人、秋葉区が19人、江南区17人、西館区16人、北区が13人で南区が12人です。市内に滞在中という方が3人います。無症状が12人。 軽症は二百三十三人です。年代別に見ていきますと、最も多かったのは二十代で四十七人。ただ、ほとんど変わらないです。実際、未満や十代も四十五人という多さでした。そして、三十代も四十三人。やはり、若い世代に引き続き、感染が広がっています。集団感染についてです。さあ新潟市では、高校関連の新たなグループが確認されました。こちらは累計で十人です。 そして、これまでに分かっている感染グループ、大学の学校関連で新たに16人の感染が分かりまして、この大学関連では累計で230人、感染がなかなか止まらず広がり続けている状況です。増えましたよね。えー、そして、小学校の学校関連が新たに2人、こちらは累計で35人のグループとなっています。さあ、そして… 県からのこういった発表が昨日行われました県内でこの新型コロナウイルスに感染をして亡くなった方に関する状況なんですけれどもまずご覧いただきたいのが上から上側のこの棒グラフですこちらは月ごとに何人亡くなったかを表しています 一昨年の12月から徐々に増えまして、まあ、去年の6月にかけて去年のちょうど春先は第4波だったわけなんですが去年の6月は県内で14人もの方が亡くなったんですね第5波デルタ株の時は比較的亡くなった方は少なかったんですがこの第6波になりまして先月2月が11人3月今月は12人と といいうことになっています、まあ、一時期、オミクロン株については重症化しにくいのではなんてことも言われたことがありましたけれども県内の状況を見ますと決してそうではないということが分かりますね。 亡くなった方性別をですね男女比表しますともうほぼ半分ですそして年代を見ていただきますと円グラフになっていますので一目瞭然ですよね60代以上の方が九州7%を占めている状況となっていますそして基礎疾患があるかないかといったことなんですがやはり圧倒的にあるという方が多かったものの基礎疾患がなくても亡くなっている場合があるということです 改めて自分だけでなく大切な人を守るために目には見えないウイルスですが改めて対策を続けていきましょうさあ昨日までの1週間を振り返っていきますと県内3507人の感染発表があったうち3分の1が新潟市です1266人中央区329人西区は290人となっていますついで多かったのは市町村としては長岡市587人です 黒で表した地域が1週間100人以上紫が1週間50人以上ということでまだ3桁には達していないんですが糸魚川1週間99人十日町が1週間で98人まもなく3桁に迫る勢いというところもあります。 そして昨日の時点の県内の入院者数は、前の日から2人減りまして100人となりました。病床の使用率が15.1%、東京25.5%で、大阪は28.6%です。重症者、県内はいません。重症病床の使用率も0%、中等症の方は1人増えまして8人となりました。 自宅療養をしている方が3577人宿泊療養をしている方が60人感染経路不明の割合が 27%4 人に1人は感染経路が分かっていない状況です。さあ全国の状況です 昨日の全国の新規感染者は5万 3, 3人となっています。昨日亡くなった方が96人重症者は627人5日連続で700人を下回ってはいますが昨日は全国各地の感染状況を見ていきますと過去最も多い感染発表となったのが1件ありました鹿児島県で776人です。 さあそして東京ですが昨日は9520人となりました前の週からおよそ1.5倍増えまして4日連続で前の週の同じ曜日を上回っているということです都の担当者はリバウンドなのかどうかもう少し様子を見なければわからないが密を避ける行動を心がけてほしいと呼びかけています 一方で大阪です。昨日は4517人。前の週から比べますとおよそ270人減りました。ただ、昨日に関してはというところなんです。過去最も多かったのが先月の8日で2万608人。そこから緩やかに減少傾向は続いていたんですが、今週に入って下げ止まり傾向。前の週を上回るという日もありました。ここまで新型コロナウイルスに関してお伝えしました。はい そして新潟県からの発表がありましたね。見ていきましょう。はい、出ますでしょうか。はい、市町村ごとの発表ですね。はいはい、まず新潟市以外の市町村全体で四百三十一人の感染発表となりました。感染経路が分かっていないのは九十三人です。さあ市町村を見ていきますと、まず村上市が六人、柴田市が八人、阿賀野市は四十一人、大内市、西牢町がともに四人ずつです。 五千市が七人、阿賀町が一人、三条市が三十九人、鴨茂市が二人。燕市が三十八人、只見町が一人、弥彦村が二人です。画面変わって、長岡市が八十二人、小千谷市が十三人、三つ附市は十四人。魚沼市が十人、南魚沼市が十七人、湯沢町が一人、十日町市が九人。 津南町が14人柏崎市57人ですねそして刈羽村が1人上越市が30人妙高市は3人糸魚川市で26人です全員が軽症または無症状であるということが発表されています 改めてカレンダーで見ていきますときょうは新潟市が245人新潟市以外の市町村が431人の感染発表となりまして県全体では676人となりました。